こんにちはジェムクリスタル占いは「ジェム」っていうのは宝石っていう風な意味があるんですがそれとオリジナルの「数比」っていう風なものとプラス「クリスタル」を組み合わせた占いをしています。えっ、ー、と皆さん是非、えー、動画も、えー、とウェブも含めて見ていただけたら幸いかなというふうに思っています。 ナンバー1の2月の後半の運気についてお伝えさせていただきますえっ、ー、といつもね頑張りに頑張って積極的なあなたなんですが今月の後半は何か気遅れをしてしまうようですえっ、ー、と例えば今まで私は仕事を全然ねできてて大丈夫という風に思っていたんだけど何か他の人の仕事ぶりを見て何か私ダメなんじゃないのかなという風にどうも思ってしまうようですでもねそれはね全然大丈夫なんですまずそういうふうな時っていう風なものはできているにもかかわらずできていないという いうふうに勝手に思ってしまっているだけっていうふうな可能性がまずあるので、できればね、そういうふうなところをもう一度意識してみる。あ、私できてるから大丈夫だよっていうふうにちょっとご自身にね、言い聞かせてあげるといいかなというふうに思います。それでもダメな時は、あのもうできている時のことを思い出すこと。例えば過去で過去において、これ私できなかったっていうふうなことがあった。 としてもそれを乗り越えた瞬間を思い出していただけるとすごくプラスになるかなと思うので思い出してみてくださいでもしそれでもねなんかご自身の気持ちが落ち込み持ち込むとかなんか戻らないというふうに思った時はできればなんだけどもうんと YouTube の動画とかでね何かに対してすごくトライしたりとか頑張ったりとかしてる人の動画をちょっと見てみてねパワーパワーチャージをしていただけるとすごくいいかなというふうに思いますでこの時はえっとねご主人様のお体のケアも ももう一度見直してみるのにすすごくいい時期です例えば、えー、とご主人様にお酒を控えさせるとか例えばご主人様が好きな脂質の食べ物例えば油物とかっていう風なものをもしかしてねあな,たの隠れてあなたの見えないところで隠れて食べてらっしゃるかもしれないんですけど何かそういうふうなことについても問い詰めるんじゃなくって例えば朝食の中でお野菜を多く摂るとか。 例えば夕食の時にもお野菜をたくさん取らせて差し上げるとかしてご主人様のことを問い詰めないでね何かちょっとケアをさせあのしてあげたらいいかなというふうに思いますきっとあなたならそれは全然できるのでちょっと気遣いをしていてあのして差し上げたらいいんじゃないのかなというふうに思います。 えっとナンバー二の二月の後半についてお伝えさせていただきます。えっ、ー、といつも見えないところで家族みんなのケアを怠らないあなた。今月はあなたのえっ、ー、とケアが大切になるそんな時期です。えっ、ー、とすごくねちょっとね体調崩しやすいそういう風な時期に入っているようです。あのね寒さがねもう緩んでくれたらいいなという風うに思うんですけどなかなかね寒さも落ち着かあの寒さも落ち着かないししかもコロナもねこんな時期なので本当に気をつけていただきたいなという風うに思います。 でもすっごく体調を崩して大変なことになるとかでは全然ないのでそれは全然お気に入らさなくて大丈夫ですでもそういう時には温活がすごくいいのでえっとどこでも構いません今えっと流行ってるっていうか話題になっているのはお尻を温めるみたいなものも流行ってるみたいなんですがお尻じゃなくてもいいです例えば首を温める何でもいいので毎日できることをぜひやっていただけたらいいかなと思いますでも健康管理にすごく余念のないあなたなので多分そんなことはもうやってると思うんですけどでもでも さらにさらにちょっと今月はねケアを心がけていただけたらいいかなと思いますあとすごくおすすめなのが日光浴、えー、と日の当たるお部屋で、えー、と窓に寄りかかるとかそういうふうなすごくあの簡単なことでいいんですけどそういうふうなことをしてみるといいですしかもあの、ね、太陽の光っていうのは免疫を上げてくれるっていうふうな研究結果とかもね出ているようなのでしかもそれがビタミン D を生成してくれるっていうことなのでさらにね免疫アップにもなるのでもしよければ紫外線に注意しながら それはやっていただけたらいいかなっていうふうに思います。あと、お子さんの勉強姿勢や。えっ、ー、とね、生活態度に文句をつけたくなっちゃうようです。でも、そういう時は、えっ、ー、とね、注意っていうよりは提案をしてみてください。えっ、ー、と、例えば、何かこうしたらいいんじゃないのとかっていうふうに言うと、それは注意になるんですね。提案は、こういうふうにしたらいいんじゃないの。 ちょっと語尾を柔らかくしてみるだけで実は注意じゃなくてこれは、えー、となんていうのかなさっきも言った提案になるのでできればちょっとね注意ではなくて提案をしてみてあげたらいいかなというふうに思っていますえっとーさ、no. 3の2月の後半の運気についてお伝えします えっと、いつも楽しいを探していて、家族の太陽のあなた。えっとね、今までね、今月の後半は交わったことのない人と交わるといい時期になりそうです。えっと、いつも自分の楽しいを探求して、余念のないあなたなので。えっと、他の人の楽しいにはね、あ,あまり興味がいかなかったと思うんです。でも、あの、今までね、一度も交わったことがないとか。なんか、今まで交わったこと、交わることに対しても、ま興味がなかったっていうふうな人がいるかと思うんですけど。でも、その人の楽しんでいることが、実は。 あなたが楽しいと思えちゃう そういうふうな時期に入っています。なので、できればなんだけども、その人の楽しいみたいなものとかを、もう一度ご自身の中で、ちょっと取り入れてみようっていうふうな意識を持ってみていただけたらいいかなと思います。でも、こんな時期なのでね、なかなか人と積極的に会うのは難しいので、例えばオンラインのチャットとかで、そういうふうなこととかがお話できたらすごくいいかなっていうふうに思います。でもね、なんかハマりだすととことんハマってしまう部分があるので、ちゃんと時間制限みたいなものは設けてやっていただけたらいいかなっていうふうに思います。あともう もう一つはここ数年会ったり話したりしていなかったご親戚の、えー、と前は親しくしていたんだけども、えー、と連絡をなぜかわからないけど取らなくなってしまったいとこさんとかご親戚の方とかにちょっと連絡を取ってみるといいかもしれません何か疎遠だったものが一気になんか近づくまたはその近づくことによってあなたがすごく楽しいとかなんかすごく懐かしいっていうふうな気持ちを喚起することができるようなのでもしよければねあの今まで親しく していたんだけども離れてしまったいとこさんやご親戚の方にねちょっとご連絡を取ってみられたらいいかなっていうふうに思っています。 えっと、ナンバー4の2月の後半の運気についてお伝えをさせていただきます。えっ、ー、と、いつも、えっ、ー、と、安心安全が第一のあなた。えっ、ー、と、いつも地に足をつけてしっかり歩いているのに、今月の後半はなぜかぼーっとしてしまいそうです。えっ、ー、と、もうお子さんからママどうしちゃったのっていうふうに言われてしまうかもしれません。でもね、今年のお正月はね、あの、本当に例年にないコロナで本当に違うお正月を過ごしていたので、なんかね、変な疲れが溜まってしまっているかもしれません。で、その時にはぜひ、 カフェインを取ってみてみください、えーとね、ただすごく飲んでしまうと、ね、夜眠れなくなってしまったりとかっていう危険な危険でもないけど大変なことになってしまうのもあれなので、えー、とできれば5杯ぐらいコーヒーだったら5杯ぐらいまでをちょっとあの飲んでみてもいいのかなというふうに思います。あとお仕事の合間に、えー、とやっぱりねちょっとあのボーっとしてしまうこともあるかもしれないので生活にメリハリをつけるというふうなことをちょっと意識してあのいただけたらいいかなというふうに思います。あと体の中で 足のむくみとかがすごく気になってしまったりするのであのちょっと足のむくみのケアをしてみるのといいのとあと代謝がちょっと落ちているのかもしれないので、えー、とインナーマッスルとか、えー、と鍛えるようなこととか例えば深呼吸とかそういうふうなものとかをちょっとしてみたらいいのかなっていうふうに思っています。ナンバー5の2月のの月後半の運気についいいててお伝えさせたただきます、えー、と縛られたくない いつも何か自分の中での自由を大切にしているあなた、えっ、ー、と2月の後半は準備を整えるそんな時です。えっ、ー、と今までしたいことがあったけどお金がないとか時間がないとか、例えば言い訳にしていたこと、または自分で自分を縛っていたことに気づく、またはおより大きなしたいことや自由に向けてお金を貯めたり計画をより緻密に練ってみたりそんなことをするのがすごくいい時期です。えっ、ー、とそうですねそのしっかりとしたした準備が あって,、えー、となんていうのかな これから自分のしたたいいこととに対してののの必要ななお金の金額みたいなものとかがすすごく明確にかかるんですしかもねストーリー助手の方たちにとってはもうそろそろねセカンドライフについても考えたくはないんだけど考えざるをえない時期に差し掛かっていると思うんですけど豊かなね老後をねあのなんていうのかな結成していくためにもういくら必要なのかとか素敵で自由なセカンドライフをね満喫するためにはどれぐらいのお金が必要なんだろうかっていうふうなことも今ちょっと考えてみると実はそ その輪郭がすごくきれいに見えてきてこうやればいいんだというふうなことが見えてくるので、ね、もしよければそれはちょっとあの見直してみられたり改めて見てみたりというのが必要かなというふうに思います。えっと、あとすごくそれに付随するんですが、えっと、資産運用のの勉強を始めてみるのもすす。ごくいいです例えば近所の古本屋さんに行って100円コーナーにあるぐらいの資産形成の本で構わないのでそう,いうふうなものとかをねできれば読み始めるのもいいかなというふうに思います。あと すごくあのこの時お金を考える時にすごくいいのはあの1億円札とかあるじゃないですか。 できればそういうふうなおもちゃみたいなものなんですけどそういうふうなものとかをね1個買ってみてその1億円ささんに話しかけてみてみくださいお金っていうのは実は人格を持っているって言われているのでできればお金さんに対して「こんにちは」とか「ちゃんと仲間を連れてきてね」とか何かそういうふうなね話しかけるというふうな行為をやってみると実はお金さんがお金さんを連れてきてくれるのでもしよければねそういうふうなことは試していただけたらいいかなっていうふうに思っています。 えとナンバー6の2月の後半の運気についてお伝えします。 いつも、えー、と調和を大切にしているあなたしかも気遣いは本当に半端ないあなたなんですが今月はなぜか気遣いに気遣いをした発言が少し裏目に出てしまうようです。でもね大丈夫です、えーと。それは取り戻せない感じでは全然ないので全然大丈夫なんだけどあなたがあなたを責めてしまいそうです。何で私あんな発言をしてしまったんだろうっていうふうに思ってしまう。でも変な言い方なんだけどその失敗というふうなものもあなたが相手のことを思ったが上にやってしま まったこと。要するにあなたの優しさが少しだけずれてしまっただけの話ですなので全然安心してくださいでもねその人のフォローもちゃんとあなたはその時にやっているので全然大丈夫だし元の状態に必ず戻りますでもなぜかあなたがそのことを責めて気分が落ち込んでしまうので何かねすっごく面白いなと思える動画とか何か面白いなと思える DVD みたいなものが家族がね寝静まった後に一人でちょっと見てみるといいかもしれませんでもねなんかちょっと夜中にそんなものを見ると 「お母さん何やってんのママ何やってんの?」っていう風になっちゃうかもしれないんですけどでもちょっとねそういう風ななんかご自身で一人で笑う時間を持つっていうのがちょっと大切な気がするので是非いればそれはなさっていただけたらいいかなっていう風に思います。でそういう時に気持ちが落ち着かないなっていう風に思う時は、えー,と、ね、グリーンの小物を持つといいですあのそうですねクリスタルで言えば「えー、とアベンチュリン」とかっていう風なクリスタルとかまたは「モスアゲード」っていう風なクリスタルがあるんですが。 もしよければモスアゲードかえーとアベンチュリンっていうふうな石をもし手元にあったりしたらまたはもしかして入手してもいいなと思われる場合は入手なさってみたらいいかなというふうに思っています。 えっとナンバー七の二月の後半についてお伝えをさせていただきます。えっ、ー、といつもブレないで凛としているナンバー七のあなた、今月の後半はね、さらに自分を掘り下げてみるのにいい時期のようです。えっ、ー、と自分のあり方をね、より強固に、しかも同時にしなやかにするそういうふうな時に今迎えているようです。例えば私こういう性格だ、もうこれは絶対に変えられないとか、そういうふうな多分そういうふうな気持ちみたいなものが結構ご自身の中では強い部分があると思うんです。でも別にね、変えたくない。 ところを変える必要性は全くありません。でも、何かね。前からちょっと変えたいなってどっかで思ってたこと。 例えばご自身の中での生活スタイルをこういうふうにしてみたいなっていうふうに思ったりしている部分はあったんだけどちょっと意固地になっていたそんな時に実はこの時期には変えてみるといいんですですごく変えると何がいいかっていうとあなたの凛としている部分と柔らかさっていうふうな部分がちゃんと同居できるようになるのでなのですごくあなたの中で自分自身の中でもああ私なんかちょっと変わったなっていうふうに思えるそう,いうふうな時期なのでできればそう,いうふうなことはちょっとやってみるといいかもしれませんでそのの時に役立つのが 性格診断のアプリや占いとかの性格のところを見てこれちょっと私じゃないんだけどなちょっとこれ私じゃないのにな何なで占いにこんなこと書いてあるんだろうっていう風なところをちょっとご自身の中で意識してみて変えてみるそうすると実はそれはあなたの中での質が眠りから目を覚ますってことになるのでもしよければねそういう風なところはあのやってみる試してみるのもいいかなっていう風に思いますあと風邪を感じられる場所に行くのがおすすめです。 えと風の時代なのですごくその風の時代のエネルギーを受けるのに風の吹いている場所はすごくいいので何かそういうふうな場所に行かれるのもいいかなと思います。こうやってねあの景色のいいところもそういうふうな場所なのでもしよければ、ね、景色のいい場所またはそういうふうな場所にねコロナだから行けないっていうふうなのもあると思うので風の動画とか景色のいいところの動画とかをちょっと見てみるといいかなっていうふうに思っています。 えっとナンバー8の、えっと二月の後半についてお伝えをします。えっといつもみんなの話題の中心にいるナンバー8のあなた。今月の後半は、あなたの深い思いやりが、より良い運気を運んできてくれる。そういうふうな感じです。えっといつもね、みんなを求めたり、しかも、皆さんへの連絡なんていうのは、もう本当に当たり前。でも、そういうふうなことをやるのって、結構大変なことですよね。でもね、それは、結構あなたの中でも、当たり前のことになってしまっているので、苦は感じていないようです。 でもそのあなたの、えー、と思いやりがねその自分自身がちょっと苦手かなこの人っていうふうなところにも伝わるようなんですだからあなたがなんか別にそうでもないな私でもなんかちょっと苦手でもそうでもないなでもちょっと苦手そういうふうに思ってるような人にもそのエネルギーがどうもあの伝わってくれるようなんです。なので何か今月は なんか、ね、ちょっと苦手なんだけどこの人と触れ合ってみようかなっていうふうに思うぐらいちょっとあなたのキャッパが広がる時なのでもしよければそういうふうな新しい扉をね開いてみていただけたらいいかなっていうふうに思いますそうするとよりあなたの運気を高めることになるのでもしよければあなたのフィールドをねちょっと広げてみたらいいかなっていうふうに思いますそんな時に、えー、とおすすめなクリスタルがえっ、ー、とアンバーです えっとこれは豊かさの象徴というふうにも言われていますが、もしよければアンバーを試されてみてもいいかなというふうに思います。これはえっとそうですね、そんなに入手しにくいものではないと思いますし、はたまたえっと身内の方とかでもね持っていらっしゃる方も多いかと思うので、もしよければお家の中とかを探していただけたらいいかなというふうに思います。 えとナンバー9の2月の後半の運気についてお伝えをいたします。い、えー、いつも誰かののたために働き続けているナンバー9のあなた、えー、と今月の後半はなぜか、えー、といつも誰かのために何かをしたいというふうに思っているんだけども何か自分自身の意見やあり方に固執をしてしまいそうです何かすごくなんか頑張ってきたっていうふうなのがキャパを超えてしまっている何かそういうふうな印象をこちらとしては感じます。ななのので今月はすごく自分自分身の内なる声 っていうふうなところにしっかりと耳を傾けていただけたらいいかなというふうに思いますなんか自分自身の中でなんか無理をしていないかな自分自身の中で何か頑張りすぎていないかなそこのところをちょっと意識していただけたらいいかなと思います例えば近所の高いケーキ屋さんに行って誰もいない時にちょっとじっくりとそのケーキを楽しんでみちゃうとかそういうふうなこととかをちょっとしてみてなんかご自身をケアするご自身にちゃんとお金を使ってあげるそういうふうな時期が今すごく大切かなというふうに思います 思います。あと何かねお買い物をする時とかも、どうしても誰かの顔を思う。誰かの顔を思い浮かべてしまうと思うんですが、今月は自分が喜ぶ顔をね。ちょっと思い、描きながら何かお買い物をしてみるといいかなと思います。あと、そんな時にすごくいいのがえっ、ー、とローズクォーツという風な石と。あとは。 えとインカローズっていう風な石です。この2つはまさに自分自身に対してのセルフラブを語ってる石なので、もしよければこういう風なあのクリスタルを試してみられてもいいかな持ったり、えー、と深呼吸をしてみたりそういう風なのがいいかなっていう風に思っています。あとちょっとショ、えートが疲れちゃったりとか嫌だなっていう風な兆しも見えるので、えー、と。 ちょっと仕事に対してもペースを緩めてみるっていうふうなのもいいかなっていうふうに思います。だけどだんだんペースを緩めているうちに大丈夫だなっていうふうに思ってくるのでちょっとの間は無理をしてでも続けてみるっていうふうなのも手だと思うのでちょっとそこのところは意識していただけたらいいかなっていうふうに思います。 えっと、ナンバー11の2月の後半の運気についてお伝えをさせていただきますいつも、えっとね、ビビビと来るあなた今月の後半は今まで苦手今までずっと先送りにしてきたことにトライしてみるといい運気に乗れるそういうふうな時を迎えるようですえっとビビビとちゃんと来ているあなたなので実はちょっと少し前からねそう,いうふうな兆候は感じていたはずなんですでもなんかまあいっかとかまあ別にしなくてもいいよねっていうふうなのがあのご自身の中では占めていたと思うんですがでも も何かそういう風な時、例えばどういう風うなところを見直してみるといいかというと、今までのお金の使い方みたいなものをちょっと見直してみるといいかもしれません。何かそのところを見直すことによって何かこのなんだろうなぁすごくその。 見直ししてておくとこの先あなたがより安心してそののご自身の経済を守っういうふうなタイミングを迎えるのでできれば何か今自分自身今まで先送りにしてきたお金のことについて見直してみるとか例えば今まで先送りにしてきたことを少しトライしてみるとかそういうふうなことをちょっとなさってみていただけるとあなたのこれからの経済もあなたのこれからの生活もすごく楽になっていくと思うのでできればそういうふうなものをなさっていただけたらい いいかなと思います。その時にすごく有効なのがアプリでね。家計を管理してみるっていう風なものを取り入れるのもいいかなっていう風に思います。あと、少し気になるのが、ご主人様の言動と行動にイラッとしてしまう瞬間がちょっと増えてしまうかもしれません。で、あと、ちょっと気になるのが、ご主人様の加齢臭とか、なんかそういうなものとかがちょっと気になってしまうかと思うんですが、それをね。やっぱりご主人様に直接言ってしまうっていうのは、ご主人様も傷ついてしまうと思うので、できれば何かね。消臭効果。の高い 洗剤に変えてみるとか何かそういうふうなこととかはちょっとなさってみるといいかなと思いますでもそのためにはね先ほどもお伝えした通りお金がとっても大切なので今月の後半はできればお金の見直しをっていうふうなところをちょっと意識していただけたらいいかなっていうふうに思います ナンバー22の2月の後半についてお伝えをさせていただきますえっ、ー、といつも高みを目指してがむしゃらに頑張っているあなた今月の後半はえっ、ー、といつもの高みへの意識が少し薄れてしまいそうですでもそんな時はすごく実はあなたにとって大切な時なんですなぜなら小休止休みを取らなければ高みっていう風なところっていうのは実は目指すことができないんですねなので変な言い方だけど今月はゆっくり休むことゆっくり眠ること例えばもう昼寝でもいい のでもう寝ちゃおうみたいなそういうふうなことがすごく必要なような気がしますでもそういうふうな小吸収をすることによってちゃんとパワーチャージをされてあなたはよりあの人のようになりたいとかそういうふうなところにもちゃんと近づくことができるので安心してくださいでもちょっと気になるのがこういう時だからこそ。 体をリラックスする方法を一つや二つ必ず身につけてみるといいと思いますそうするとそれがねよりご自身にとってのパワーチャージにつながっていくと思うのでぜひそういうふうなものとか YouTube とかでね検索してみたらいいかなというふうに思いますあと気になるのが、えっと、お子さんの友達の関係友人関係のことがちょっと気になってしまうようですなんかあのことを仲良くやっているのかなとかなんかすごく心配が出てきてしまうようなんですしかもねこんなコロナの時なのでなんか外で遊ぶとか、ね 仲良く遊ぶとかが難しくなるから余計ねそういうふうに思ってしまうかと思うんですがでも変な言い方かもしれないんだけどあのそう,いうふうな時っていうふうなことがあってもそんなにあなたが心配しているようなことはどうも起こってないようですなのでそこは心配しなくても大丈夫でもすっごく気になってしまう時は信頼できるねママ友にちょっと相談してみるといいかなっていうふうに思います。 ナンバー33の2月の後半についてお伝えをさせていただきます。何やかんや言ってね、いつもいい流れに乗っているあなた。えっと、今月はそんなあなたの本領発揮の時です。えっと、なんとなくネットサーフィンをしていたら、そこに前から気になっていた何か欲しいものとか、何かすごく前からうんと気になっていて、これが見つかったらいいのになというふうに思ってたものとかが急にバンって出てきたり、そういうふうなことがどうも起こるようです。でもね、それっていうのはシンクロニシティっていうふうな現象です。 で実はそのシンクロニシティが起こっている時っていうのはいい運気に乗っている証拠なのでなのですすごくねこの時を生かしてもらいたいたんですなのでさらなる運気のために何をやったらいいかさらなる運気の向上のために何をやったらいいかっていうととにもかくにも神仏への感謝はたまたご先祖様への感謝っていうふうなものをしっかりとね心の中で。 伝えていいいいいたただけたらいいかなという,ふうに思いますでそのっ、えー、とら、ね、にねそういうふうなシンクロにしてみたいなものが増えていったりすると思うんですけどでもねちゃんとそれを次のステップにつなげるっていうふうなことが大切なのでその今のうちに例えば 何かその次のステップの目標を決めてみるのもいい時期です。例えば、そうだな、MBA を取ってみようかなとか、例えば、そうだな、でもそれはすごい先のことになっちゃうかもしれないんですけど、何かそういうふうな長期のプランっていうふうなものをちょっと練っといて、未来に対して良い種をまくっていうふうなことをちょっと意識していただけたらいいかなっていうふうに思います。あと少し気になるのが、家族の中でちょっとね、 孤立感を感をじてししままうかもしれませんでもねそんな時は、えーとね、向こうからのコミュニケーションを求めたい気持ちはわかるんですでもちょっとこちら側からコミュニケーションをあえて取ってみるっていうふうなことを意識していただけたらいいかなと思いますでそのコミュニケーションを取る時にいいのが音楽をかけてみてみくださいご家族のみんなが好きそうな音楽をかけてみてその音楽を話題にしてできればあなたの方からねコミュニケーションを取ってみたらいいかなっていうふうに思っています。